応募しますね。レボリューション、セラミックチェンジ製品の薬をつけます。それからちょっとね、耳のちょっとこの切ってさ、耳に薬入れますよ。ちょっと耳臭いから、お家でもちょっと薬入れてほしいんですよ、ね。まずは呼ばれちゃってね。はい、じゃあレボリューションつけますね。よいしょ、すごいよ、これで皮膚が吸収してくれるわけなんでね。はい、じゃあこの点眼しますね。ごめんね、ごめんね、うん、よいしょ、よし、はい、今度じゃあちょっと一回緩めて、耳の内側の毛をちょっとだけ切ります。ちょっとじっとしてるね。じっとしてるんで、どうしたいんですか。ここに毛があるからさ、薬を入れようと思っても入ってかないんですよ。よし、このシルクナックのを出しますから、1日1回さ、ちょっと1滴か2滴入れてさ、重いもんですよ。うん、で、綿棒は使わないでくださいね、はい、で、そうして、こうやってもみもみしながら、汚いでしょ、汚いのをここに、表面に出てきたやつだけ取ってます、はい、奥のを取ろうと思わんでください、はい、また奥から出てきますから。で、楽にしてちょっと全部で、押してください、押してください。人間は、人間は、人間はこう、人はまっすぐいて鼓膜なんで、でもフェレットとかさ、ワンちゃん、ニコちゃんは一回下に降りてこういって鼓膜なんですよ、うん、ただもう、ここの入り口に手があるから入れられない、ね、だからちょっと入り口に手を変えますので、耳を変えてもらうと分かるけど結構匂いますんで、うん、行ってきていいですよ、1日1回ね。で、このシリピナっていうのは溶化銀、銀が入ってます、うん、溶化銀、はい、で、この、銀がですね、炎症を抑えて細菌とかカビとかもコントロールしてくれます。よく消臭剤で銀製剤ありますよね、あれはそうなんですよ。最近のカビをコントロールして匂いをコントロールするというものですね。それとデンタルケアね。この味はどうですか。それ単体じゃないですか。あんま好きじゃない。ちょっとずつもう一個混ぜるやつの量を減らしながら、それだとまあ舐めてくる。これだけだとダメなんだ。それだけだと、はい、はい、ごめんね。前歯ができるようになったら全臼歯で、最終的にはさ、後臼歯、ここまでやる、ここが一番奥歯の奥歯、後臼歯で奥歯の外側が歯石がついて歯周病になりやすいんで、ちょっと奥まで、そうか。で、フレットバイトも持ってらっしゃるんでしょ。あ、そうです。それこれは大好き。それは、はい、好きです。怖いんだけど、それ混ぜて。そうですね。この子ちょっとでいいですかね、バイトは。はい、もうかなり栄養状態いいから。はい、どうぞどうぞ。はい、おいしい。そう、舐めるだけでももちろんいいんですけどね。それでそのまま別に押しちゃおうと。バイトも大好きですね。で、だんだんにさ、そのデンタルケアする時間を長くしていってほしいんですよね。はい、僕らでもさ、そんな5秒、10秒じゃないけどさ、はい、やっぱり30秒から2分ぐらいっていうのがあるんで、途中休んでもいいし、で、まあ、バイトはほんのちょっとだけになるんで、少しにしててね。はい。ください。そしたら、
ですよ。頑張った頑張った。ご飯さあげたらすぐ食べますよ。まあ、なくなってる時にあげたら、まあ、その結構がっついと思いますけど、その一気に全部なくなる感じではないです。ではないです。はい、そうか。まだ6ヶ月だからね。もうちょっとしたら食事が今24時間あるって感じですかね。ほとんどそうですよ、はい。まあ今はまだ若いんで、で10ヶ月から1年ぐらい経ったらさ、ない時間も作るというですね。なるほど。ただ今はない時間作ってさ、変なもの食べられちゃうのが一番困るんで、はい、お腹いっぱいだと言ってください。でも50食べればさすがにいいよね。あんまりペレット見てるけど50食べる子はあんまりいないですね。1400ぐらいになる子はいますよ。1400、1500ぐらいになる子は長いからさ、これで太ったらこの子多分1600、1700になっちゃうかもしれないですけどね。はい、じゃあまあデンタルケアをやってもらうとして、はい、ちょっとお耳の方もね、ちょっと臭いということはちょっと外耳炎になってますんで、はい、これもちょっとじゃあ出しますからやってくださいね。はい、じゃあカゴ持ってください。はい、気温もね、ああ高くなってるから、もうエアコンつけっぱでしてます。してます、はい。そうね、つけっぱでないと危ないよね。そう、お一人なんですね。だからいない時間はこの子だけだもんね。そうですね。めちゃくちゃ低くしなくてもいいからつけっぱですね。はい、じゃあ、シレピナをね、お出ししますので、はい、ありがとうございます。一滴。で、汚れがすごくデコンくなったらね、2日に1回とかさ、はい、3日に1回とかね、様子見ながら伸ばしていきますよ。で、最大1週間に1回ぐらいまで伸ばしていくといいかなと思います。ただ、飲み物見せて、人って汚れてるなら、ちょっとしばらく、あと匂いもね、はい、匂いがあったら、外耳炎があると思います。で、そう、匂いをちょっと気にしてください。はい、はい、まあ、これはいいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございますね。はい、じゃあシルピナをお出しします。はい、で、変わりなければ1ヶ月後ね。はい、はい、お願いします。ありがとうございました。はい。